さあ、今、圏央道に乗ろうとしておりますが、今日はどこに行くんですか、みそちゃん。魚を食べに、海へ。海？この雨の中？はい。今日もまた、雨。最近、みそちゃんとのお出かけ、本気で雨づいてる。ありえなくない？ありえない。パッと行って、パッと食べて帰ってこよ。え、どこに行くの結局？海？本気で？本気で。園内に入ったところです。さあ、もう大興奮、行きましょう。入っちゃダメだよ、見るだけだよ。サメさん、こんにちは。うわ、すごい。誰も怖がんなかった。ワンピースだ。うん。君たち見える？ボギーほら。ボギー、ちいちゃんも見てるよ。あ、ちいくんも。この飲んで。あと友達。ひっくり返ってる。死にそうなんじゃない？友達じゃないでしょ。超見てる。なんか興味津々だもん。じゃあ前までかねてよ。この間釣りして食べそうになったぐらいだからね。わ、すごい大きい魚もいる。やっぱりこの親子だ。やっぱりビリー興味です。だから言ったじゃん、ビリー一番上がる。この魚はソフトクリームだけなんだよな。すごい見てる。どれ食べようかな。なんか怖がってるよ。そう、ペンギンが怖いんだ。それ怖い。キちゃんも見てみる。キちゃんおいで。キちゃん、ペンギン。ペンギンがくん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 。鼻が使える子。この親子は本当になんか泳ぐものが好きなんだね。この親子真っ赤だし、やばい。ビビーだね。マックスはビビってばっかり。
が興味津々になった。モグリを連れて着替えがあるね。あの声出すよね。なんかあの3歳ぐらいの子供の男の子連れて動物園に来て水族館来てるみたい。まだ見たい見たいねって。見たいねって。ニューニューちゃんがどう見たら運転してるよ。ほら。ニューニューちゃんびっくりだ。どこで来てる。獅子がフリーズしてる。もちろんでしょ。ハサハサ相当食べたよやばったねごちそうさまでしたごちそうさまでした。